雨が降り始めています。 ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そうでしょうね。まあですからね、ランナー一人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。さあマリーンズ追加点のチャンスを迎えています。ここで追加点を取れれば有効ですよね。なるほど、そうですね。まあただチャンスで結果を出せていないバッターですから、ここはなんとかつなげてほしいですね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。ジャストミート、ぐんぐん伸びる、入った、ホームラン、中村ツーランホームラン。白球高々と舞い上がり、ZOZO マリンのスタンドに消えていきました。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。千葉ロッテマリーンズ5対2、鮮やかなホームランを見せてくれました。その差を3点と開いています。ベンチ前チームメートに迎えられ、このパフォーマンス盛り上がっています。千葉ロッテマリーンズが見事勝利を収めました。西さん、エースを攻略しての勝利というのはやはり普通の勝利とは違いますよね。いや本当です。自信もつきますしね、いい試合だったと思いますよ。そうですね、自信になるでしょうね。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のイーグルスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。